21日西武楽天、ベルーナドーム、楽天に痛恨の走塁ミスが飛び出した。2番、村林月内野手、26の右前適地打で1点を先制した直後の1・1・3塁の後期で、小郷雄也外野手、27が右翼後方へ大きな飛球を放った。3層の辰巳亮介外野手27 はアウトカウントを間違えたのかタッチアップではなく打球が飛んだ直後にゆっくりスタート。相手の右翼が補給した時には本塁の近くまで走っており、そのまま駆け抜けた。自らのミスに気づいて慌てて三塁に戻ったものの、悠々とアウトとなり、閉殺が成立した。追加点の後期が一気に潰れたプレーに、ベンチの今江俊明監督、40、もあぜんとした表情を隠すことはできなかった。